近藤丹平昭和4年に1月27日は、三河壁海軍は四日村出身の医師。三橋義塾の創立者。父親の近藤康中も医師であり、下下科で有名な花岡聖州の門人だった。天保15年3月3日、三河壁海軍は四日村に、近藤大丹平が生まれた。文久3年に、江戸に出ると、乱暴医の戸塚政界に指示して、西洋医術を、 半年間学んだ。同年春には五天院の松本良順に指示し、松本のもとで2年間学んだ。源氏元年には長崎の聖徳館に向かい、オランダ人医師のアントニュース・ボードウィンに指示して、医学全科と実地演習を3年間行った。1870年には菊間藩で藩学校係研洋学教員を拝命した。慶応四年に帰郷し、旧地の中である岡崎の乱邦医。 宇都の流石の長女をただと結婚した。1872年には病院として養養堂を設立し、解剖の研究と施療を行った。また、医学校として三蜂義塾を開校し、普通学、洋学、西洋医学の前科の教授となった。三蜂義塾は当時の東海地方で唯一の西洋式医学塾だとされ、愛知医学校が、 軌道に乗るまでの10年間は、けうな存在だった。三蜂義塾を卒業して、各地で開業した医師は200人を超えている。1873年には、愛知県立病院の創立係となった。医師として、地域医療に携わる傍らで、愛知県会議員、愛知県学務委員、愛知県医師会役員、和室家村立和静科小学校学務委員を務めた。 1929年1月に死去した。3月には、朝日村実は静香小学校において、朝日村の村葬が行われている。実定に、医師の近藤義重横浜で開業し、横浜医師会の中心人物となった。近藤継重向こう用紙の近藤継重も、医師、医学博士である。鶴見継重は、東京帝国大学医科大学を卒業し、 広志平の娘を来てと結婚して、婿養子となった。養父の広志平の公園でドイツとオーストリアに留学しており、養養堂で広志平の後継者となる予定だったが、東京帝国大学医学部に引き抜かれた。次、重は、野口秀夫の左手の再手術や、日本初の胃がんの外科手術を執刀している。次、重の息子には、作家の近藤京一、 裁判官の近藤臨時、消化器内医会の近藤大五郎がいる。三男の近藤健郎も医師、医学博士である。官郎は大阪高等医学校を卒業し、京都大学医科学教室などで研究活動を行った後、1908年から1911年までドイツとオーストリアに留学した。1912年には、 広島平の後を継いで養養医官の病院長となったが、1914年には東京、四谷に近藤医院を開業した。関納は全日本看護婦連盟主治などを務めた。ありがとうございます。